はい、今日はこれから朝ごはんです。朝ごはん何しようかなぁなんて思って、やっぱりね、めんどくせえことも多いから今日はサバの水煮をね、作っちゃえなんていう感じになってます。そもそもサバの水煮って僕大好きで、もう人生において味噌煮はダメですよね、けど水煮はもうすごくいいですね。それでなんでかっていうと、昨日ちょっとこれ玉ねぎ、なんだっけ、あれ忘れた、中華そばだ、中華そばじゃない、中華、冷やし中華にかけるのに作ったんだけど、ちょっとこれ余っちゃったんで刻んだのを酢に入れておきましたね。1個だと多いんだよね、玉ねぎってこう刻むと美味しいからね。でこうやって酢に入れたやつの上にそのままこれ乗せてあげて、はい、出来上がりですよね。このね、汁がまたうまいんだよね。よいしょ。まあ、玉ねぎのマリネですからね、こうやって食うとうまいでしょうね。ほんで、これだけだとちょっと当然腹ペコリンコなんで、目玉焼きを作ろうと。目玉焼きは、ただ目玉焼きだけ焼いても美味しくはないんで、鶏ハムですね、これね、鶏の、なんだっけ、ももだっけ、あの脂肪の少ない部分をこうやって焼いちゃうわけですね、ジュ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 って。で、まあ、ちょっとこれがいいねっていうところまで火が通りますね、おいしい、おいしい感じになってきます。なってきたところで目玉を落としてあげましょうね。これだけだとあんまり面白くないんで、せっかくなんで、まあ、これは大体トマト半分ですね。トマト半分が入って、トマトの半分が入って、これがあの焼けながら味を入れていきますよね。焼きながら味が入っていきますよね。まあいつものようにお肉はこのようにこう揚げていきますね。で、ちょっと塩が入って、フランスパンチを使って、ということで、蓋をしてあげて、水を入れましょう。あとこの水が沸騰しながら、バシ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 、ね、ちょっと高たく食いたいなって時は小さいことがあります。おお、食洗機がだいぶ終わったようですね。で、開けてあげるとこうなってくるからね、これで OK。なったのをこちらに持ってきまして、
半分は焼かないトマト、半分は焼いたトマトね。おっ、まゆちゃんを引っかけちゃいました。ワンなんで、つまずいて、ほぼ血糖値の上がらない、それで満足感たっぷりの朝ごはんね、出来上がり。